出来上がったのがこんな感じの画像になります。すごいですよね。ロードオブザリング的というか、なかなかの機能じゃないですか。これがあれば、プロンプトをベタなあなたも安心。チャット GPT 使うと簡単にプロンプト作ることができるので、燃え盛るホットドッグと犬っていうような地獄の画像できてます。はい、ということで、今回の動画なんですけど、今回はミッドジャーニーについて喋っていこうかなと思います。まあ、ミッドジャーニーね、もう、全員、僕の動画を見てる人だったら本当に、 言いたこと言いないと思います。ミッドジャーニー。画像生成 AI の中でも。まあ、ステーブルディフュージョンと同じぐらい有名なミッドジャーニーですね。で、そのミッドジャーニー5っていうのはね、まあ最近じゃないんですけど、ちょっと前に出たんですけど、まあそれがかなりすごいので、それに合わせてね、ミッドジャーニーを触りながらいろんな解説をしていこうかなと思います。なんか有名すぎて、逆に今まであんまり扱ってこなかったんですけど、まあ AI 系の動画出してでのミッドジャーニーを全く扱ったことないのはどうなんだということで、まあ今日はミッドジャーニーやっていこうと思います。まあただ、あまりにも有名だし、みんなね、 ミッドジャーニーってちょっとぐらいは触ったことある人多いんじゃないかなと思うので、登録方法みたいなところは詳細やっていかないので、その辺は割愛させてください。はい、まあ登録方法とかはね、出してる人、まあ YouTube とか、ね、出してる人もいれば、ブログ記事とかで、ね、いっぱい解説されてるので、まあちょっとだけ本当に簡単に。 あの、触れはするんですけど、まあ、ほとんどその辺はやらないので、まあ、今日はね、その分実演多めにやっていこうと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日の動画を見てもらうと、ミッドジャーニーとは何なのか、そしてミッドジャーニーの特徴ですね。あとはミッドジャーニーの使い方。あと、ミッドジャーニーでよく使う品質のプロンプトとかね、その辺を解説していこうと思うので、興味があればぜひ最後まで見てください。はい、では早速やっていきましょう。まずはミッドジャーニーとは何なのかというところですね。ま、m i d j o u ー n ーっていうのは画像生成 AI。なので、まあ、テキストから画像を生成できるサービスですね。 これリリースされたのが2022年の7月にリリースされています。さっきも言ったんですけど、ステーブルディフュージョンも同じような画像生成 AI なんですけど、まあそれと並ぶような、あれですね。今の、まあジェネレーティブ AI ブームみたいなのが2022年から来てるんですけど、その必要になったのがこの MidJourney ーー、あとはステーブルディフュージョンですね。で、ちなみにステーブルディフュージョンに関しては2022年の8月から、あの、やられているものなので、MidJourney ーーの方がちょっとだけ早いですね。はい、もうこの2つの AI が牽引して、まあ今の AI ブームが 出来上がったと言っても過言ではないので、まあ僕としてもね、非常に思い入れの深い AI になっています。で、ミッドジャーニーの特徴としては、まあいろいろあるんですけど、まあ一言で言うと、あの、有料の画像生成 AI とかもいっぱいありますけど、まあ有料のものまで全部ひっくるめて、まあ総合的なクオリティは一番高いかなと思います。なので、とりあえず使えるんだったらミッドジャーニー使っとけっていう感じですね。まあいろんな画像生成 AI あります。あの僕もね、画像生成 AI のまとめ、 動画とか出したんですけど、まあでも使えるんだったらミッドジャーニー使うべきかなとは思います。はい。まあそのぐらいクオリティ高いです。で、ミッドジャーニーに関してはね、ブラウザーで使うとかじゃなくて、基本的には Discord っていうもので使うことになるので、まあその辺は人によってはもしかしたらちょっとだけハードルが高いかもしれないですけど、まあ慣れてしまえば別にそんなね、困ることもないので、まあその辺の使い方はこれからやっていくので、安心してください。はい。これ今画面に映ってるのが、 ミッドジャーニーの公式サイトですね。なんかもわもわっとしたのが映ってますけど、こんな感じですね。で、最初に、まあ、ちょっとだけ登録方法を喋ってね、実演の方行きたいと思います。まあ、でも本当にちょっとだけですね。えっ、ー、と、この辺から行けるかな。はい、これですね。まあ、クイックスタートということで、あの、公式で解説されてるものがあるので、まあ、これを見てもらってやるか、あとは YouTube とか、あの、ネットの記事を見てやってください。あの、めちゃめちゃ簡単です。 えっと、最初にディスコードに参加をします。まあ、公式サイトね、トップページとかからディスコードでけるようになってるんで、あの、参加してください。あの、こ、ここのリンクでもでね飛べるので。で、ディスコードを触ったことない人は、あの、アカウントとか作らなきゃいけないので、アカウント作る必要はあるんですけど、まあ、その辺もね、やってください。で、ディスコード入ってもらったら、えっと、初心者チャンネルっていうものがあります。このニュービースなんとかですね。これニュービースって読んで合ってるのかわかんないですけど、多分ニュービース。 ニュービースなんとかっていうチャンネルを探してもらって、ま、いっぱいあるんですけど、別のところでもいいです。あの、ニュービースって言ってもらって、で、その中で、えっと、画像を生成できます。で、画像を生成するのは、この、ま、イマジンですね。イマジンコマンドっていうのを使って生成していきます。ここに動画ありますね。はい、こんな感じでイマジンと言って、右側にプロンプトっていうのを打つと、ま、ミッドジャーニーのサーバーが、 画像を返してくれるっていう感じですね。まあ、この辺に関してはこれからやっていくので。はい、そんな感じですね。まあ、この下にも簡単なあの説明みたいなのがね、書かれてるんですが、まあ、とりあえずこのぐらいにしておこうと思います。はい、ということで雑な登録方法でしたが、このぐらいで許してください。はい、実演やっていきましょう。はい、で、これが今説明した Discord ですね。まあ、こういう Discord のアプリがあって、まあ、ブラウザでも一応 Discord できなくはないんですけど、 ま、基本的にはアプリ使ってやる人が多いかなと思います。で、このディスコード上で画像生成とかをしていくような感じですね。で、どんな感じで画像生成をするかっていうと、まあ、さっきも言ったみたいな、えっと、イマジンっていうコマンドを使います、まあこ。これ、えっと、一番基本的な画像生成の方法ですね。スラッシュを押してもらうと、こんな感じで、まあ、よく使うコマンドとか、まあ、そういうのが出てきます。あとは、あの、使えるね、コマンドみたいなのがこんなん出てきて、えっと、この辺を使いながら画像生成していくか、いくっていう感じですね。 ま、途中まで、こうやって、えっ、ー、と、いいままで打つと、もうイマジンのコマンド出てくると思うので、これを押してやってください。エンターを押してやるとこんな感じで、プロンプトを入れるところが出てきます。はい。とりあえず適当にプロンプトを入れてみましょう。え、もコーヒーだけ入れてみよう。もうとりあえずこれだけでいきます。まあ、本ちゃんはあんまりこんなコーヒーだけ入れてやるっていうことないんですけど、まあ、もうちょっとね、そのコーヒーって言ってもどんなのが、どんな画像が欲しいのかっていうのがわかんないので、もうちょい指定するんですけど、まあ、今回もこれだけで。 いいいってみたいと思います、はい、そうするとこんな感じで画像を生成してくれています。あのここにパーセントが出るんでね、これ100%になったら画像生成完了ですね。最初にここに表示されるのを見てね、えって思うかもしれないですけど、最初のうちはクオリティがあの低いです。まあ、それがどん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 あのサーバーで処理されていくうちに、クオリティが高くなっていくっていう感じなんで安心してください。 はい、そうするとこんな感じでできました。どうですかコーヒーって入れただけですが、なかなかクオリティ高いですよね。まあ、右下なんかはイラストみたいになってますけど、まあ、どんな画像が欲しいとか何も言ってないので、こんなイラストまで、イラストみたいなのも作ってくれてますけど、まあ、かなりクオリティ高いですよね。まあ、この辺が、あの、ミッドジャーニーのいいところですね。他の画像生成 AI で、本当にコーヒーってだけ打つと、そんなにクオリティ高いもの出来上がらないんですけど、例えば、ステーブルディフュージョンとか、 あのコーヒーだけ打つともっともっとクオリティ低くなりがちなんですけど、まあ、ミッドジャーニーはこれだけ入れても、かなりこんな感じでクオリティ高い画像を生成してくれます。はい、えっと、ミッドジャーニーの、まあ、料金体系的なところですね。まあ、どんな感じになってるのかっていう話で、で、一番まあ、これ、秘宝なんですけど、もともとミッドジャーニーって無料プランがあったんですよ。まあ、無料で、えっと、使えるプランがあったんですけど、今、それがなくなってます。なので、YouTube とかネットの記事を見ても、 あの、ミッドジャーニーは無料で使えるみたいに書かれてるものがあるんですけど、それ過去の話で今はもう無料で使えないので、そこは注意をしてください。まあ、無料プランがなくなったっていうか、無料プランを停止してるっていう感じですね。まあ、理由としてはめちゃめちゃ使う人が増えたりとか、あとは有料プラン契約しないで無料プランを無理やりたくさん契約して無料で使いまくる人がいたりとか、まあ、そういうこともあって無料プランなくなったみたいですね。なので使いたかったら有料プランしかないんですけど、まあ、でもその分、あのクオリティが高いのでね。ちなみに僕は、 月48ドルのプロプラン使っています。まあ、一番高いやつですね。この中でいくと。まあ、基本プラン8ドルからなんですけど。で、8ドルでえっと月に200枚ぐらい作れます。なので、まあ自分のね、その予算と使い方に合わせてもらったらなと思います。で、注意しなきゃいけないのが、えっとね、プロプランだとステルス画像生成っていうのができるんですよ。で、これ何かっていうとですね、えっと、プロプランより下のプランになると基本的に ミッドジャーニーで生成した画像全部公開されます。なので誰でも見れる状態になる感じなので。で、それを、あの、非公開で画像を作りたいとかだったら、このステルス画像生成、まあステルスモードみたいなんで作らなきゃいけなくて、それを使おうと思うとプロプランに入らなきゃいけないという感じなので。はい。なので、まあその辺だけ注意をしてください。あの、公開されてないと思ってね、ガンガン作っていくと、あの、実は画像こ公開されてるってことになりかねないので。まあその辺だけ注意してもらえたらって感じですね。あといくつかやってみたいと思います。 同じですね。今、ンコマンド使って、今度はもうちょっと、えっと、長くしてみます。で、基本的にここのプロンプトは英語を打ってください。あの、日本語でもまあ生成しないことはないんですけど、基本的には、あの、画像生成 AI ね、英語の方が、精度高くなるので、あの、日本語で打った後に Google 翻訳とかで、そのまま英語にして、ここに貼り付けてやってください。で、これ何人が書かれてるかっていうと、映画に登場するような山の中にある幻想的なお城っていうふうに打ってます。はい。これで作ってもらいましょう。 はい。できてますね。ちなみに、さっきステルスモードとか言ったんですけど、それここですね。えっと、僕はプロプラン契約してるんで、えっと、早いモードで、まあ、ファーストモードね。あと、ステルスモードみたいなんで、公開されない状態でこれ作ってるっていう感じです。ちなみに、これ、えっと、DM で、このミッドジャーニーボットとやり取りをしてます。えっと、DM でやり取りすること自体は無料枠でもできるんですけど、DM でやり取りしたとしても全部公開されます。あの、このステルスモードみたいなのを使わない限りは。 なので注意をしてくださいはい。で、出来上がったのが、こんな感じの画像になります。結構すごいですよね。えっ、ー、と、お題忘れてるかもしれないので、もう一回言うと、映画に登場するような山の中にある幻想的なお城ですね。まあ結構、ロード・オブ・ザ・リング的というか、僕ロード・オブ・ザ・リング好きなんですけど、まあ知らんがなって話ですけど、僕めっちゃ好きなんですけど、まあそれっぽいですよね、ちょっと。なんかドワーフとか、エルフとかがいそうな雰囲気ですけど。 ま、こんなものも書いてくれます。はい。で、基本的な、ま、生成方法は、こんな感じで、あの、すらしいマジンで打ってもらったらいいんですけど、まあ、ここからいろんなことができるんでね、まあ、それを説明していこうかなと思います。えっ、ー、と、単純に画像を生成するだけではなくて、このミッドジャーにいろんなことができます。で、何かっていうと、とりあえず、えっと、プロンプトを生成することができるので、そこからいこうかなと思います。で、プロンプト生成って何かっていうとですね、 ええと、こんな感じで、えっと、スラッシュディスクライブって打って、その後ろに、えっと、イメージファイルを添付するところがあるので、そこにイメージファイルを投げてやってください。こんな感じ。今回は、このライオンのイメージファイル投げてみました。で、これでこのまま、エンターを押してやって、送信ですね。あ、できましたね、もう。はい、こんな感じです。これ、何ができてるかっていうと、さっきも言ったんですけど、プロンプトを生成するためのものですね、イメージから。 で、画像生成 AI のハードルの高いところって何かっていうと、プロンプト生成だと思うんですよ。ミッドジャーニーとかステーブルディフュージョンとか、いろんな画像生成 AI ありますけど、やっぱうまく使えない人って、このプロンプトをどうやって作っていいかわからない。まあ自分が思い描いているような画像をどういうプロンプトで実現したらいいかわからないってことなんですけど、なんとですね、このディスクライブを使うと、このプロンプト、画像からプロンプトミッドジャーニーが作ってくれます。これ4つ作ってくれてます。 はい。まあ、これを使うと全く同じものができるっていうわけではないんですけど、まあ、それに近しいものを、あの、作れるようなプロンプトっていうのをミッドジャーニーが考えてくれるって感じですね。まあ、これかなりすごいですよね。ちなみに試しに使ってみますか。まあ、これ絶対にね、あのー、いいものができるっていうわけではないんですけど。えっ、ー、と、こっからいけますね。はい。一つ目使いたかったらこれで押してやって、もうこのまま送信してやりましょうか。 ま、せっかくなんで、全部やってみますか。1234。はい。で、基本的にミッドジャーニーはこんな感じで4枚ずつ画像が生成されます。はい。こんな感じでできてきましたね。どうですかこれが元の画像です。元のライオンの画像で。ま、もともとこれ、えっと、AI で作った。 画像なんですけど、あの、ミッドジャーニーで作った画像ですね。あの、夕日に佇んでるライオンっていうお題で作ってもらった画像ですけど、それを元に、まあ、プロンプトをね、ミッドジャーニー側で生成してもらって、それをそのまま、まあ、画像生成してもらっただけですね。そうするとこんな感じで、どうですかこれはなかなかじゃないですかなかなかの機能じゃないですかこれがあれば、プロンプトをベタなあなたも安心。画像を引っ張ってきて、そのままミッドジャーニーに突っ込んでやって、 ディスクライブしてやれば、こんなものが出来上がってしまうと。まあもちろんね、クオリティに差があるし、いろんな画像が出来上がってますけど。まあそれでも夕日の中でこうライオンがいるっていうのはみんな共通してますよね。はい、ちなみにこれ、えっと、画像の保存方法なんですけど、ここから保存してやってください。まあ今はね、ちょっと画面の関係で、ディスコードで開いてますけど、ブラウザで開くっていうこともできます。ブラウザで開くともっとね、大きな画面で開けたりします。ちなみにこの辺のボタンの説明も一応しておくとですね、U1234 っていうのが、 えっと、アップスケールですね。なので、もっと高画質な画像が欲しいときにこれ使います。左上が1。で、右上が2。左下が3。右下が4。みたいな感じですね。だから U1 っていうのを押すと、左上のアップスケール版、高画質版っていうのが出来上がります。で、下の V1 から V4 が何かっていうと、バリエーションですね。えっと、違うバリエーションを作って欲しいときに、この V1 から4のどれかを押します。 なんで、V3 っていうのを押してやると、まあ、ベースが左下で、これと違うバリエーションのものっていうのが出来上がります。で、ここにあるのが再生成ですね。この更新ボタンみたいなのを押すと、もう一回生成してくれます。まあ、これ使うごとに画像の生成枚数としてはカウントされていくんでね、気をつけてください。はい、こんな感じです。かなり楽しいですよね。まあ、このディスクライブの機能自体は、割と最近の機能なので、 あの、知らない人とか、まだ使ってない人もいるかもしれないですけど、ぜひ使ってみてください。これかなりいいですね。あの、普通に画像生成 AI 触るのが楽しくなりますよ。あの、画像生成 AI 触ってても、自分の思い通りの画像できないとあんま面白くないじゃないですか。まあ、でもこれがあると本当に、あの、近しいやつが出来上がってくるので、かなり楽しくなると思います。えっと、せっかくなんで、バリエーションボタンを使ってみましょう。なんかちょっと、 この右上のやつが変わってるんで、こいつを、こいつのバリエーション作ってみたいと思います。えっ、ー、と、その時は V2 ですね。V2 こんな感じで押してもらうと、まあ、こうやってプロンプトがね、入った状態になるんで、まあ、ここで調整するならちょっと調整してやって、調整しないならそのまま送信をしてください。そうすると、えっ、ー、と、新しい画像が出来上がってくるんですけど。で、何に説明したいかっていうと、画像の消し方ですね。 画像の消し方。えっと、ここにいっぱい表示されていくんですけど、あの、画像を消したいって思う時があるじゃないですか。その時にどうするかっていうのを説明しようと思います。僕も最初のうち消せないとって思ってたんですよ。これこういう風に見ても削除するみたいなのなくて。まあ、そらそうなんですよ。あの、これ、ミッドジャーニーボットが送ってきてるやつなんで、他人のやつを削除するってね、基本的にはできないじゃないですか。他人のメッセージって。自分のメッセージは消せるんですけど、他人のやつ消せないので。 で、その時にどうするんだろうって思ってたんですけど、あだのできましたね。かっこいい。なんかかっこいい。まあ、王者の風格が。めちゃめちゃ人間に狙われそうな感じですけど。はい。まあ、それがいいとして。で、これどうやって消すかっていうとですね。えっと、消す時は、ここの絵文字ですね。絵文字の×ボタンがあるんですけど、×の絵文字があるんですけど、これを送ってやると消えます。こんな感じ。 はい。そうすると、今、さっきの赤いやつが消えたの分かりますかねッま、押してやると消えます。ちなみに、えっと、あの画像の保存なんですけど、これ4枚くっついてるんですよ、この画像。なんで、1枚1枚切り離したい、切り離して保存したい人もいると思うんですけど、その時は、えっと、このメールの絵文字があるんで、これを送ってやってください。自分が、えっと、個別で欲しい画像のメッセージですね。そこで、まあ、例えば、じゃあさっきのこれとかで。 このメールの絵文字、こんな感じで押してやると、こんな感じでバラバラにして、ミッドジャーニー側が送ってきてくれます。はい、こんな感じ。なので、例えばこれだけを保存したいときは、これだけ画像を保存でやると、これだけを保存することができます。まあ、これもしかしたら意外に知らない人いるかもしれないです。僕も最初知らなかったんで、これ4枚くっついてるけど、自分で切り分けなきゃいけないのかって思ったけど、そんなことはありませんでした。で、これなんかすごいですね。なんか尻尾が発光してる。<laughs> マッチみたいになってますけ、ね、ど。 はい。適基本の使い方、そんな感じですね。で、続いて、イメージ2イメージとかやってみますか。イメージから新しいイメージを作ることもできるんですけど、一回さっきのディスクライブのコマンドを使って、一枚ね、女の子の画像のプロンプトを作ってもらいたいと思います。はい、こんな感じです。あ、ちなみにこの女の子のやつも AI で適当に作ってもらったやつですね。何で作ったかは、 忘れました。<laughs> ミッドジャーニーではないと思いますね。あの、また後で話をしようかなと思いましたけど、あの、ミッドジャーニーこういうのは苦手なんですね。こういう写真みたいな女の子のやつっていうのは結構苦手で、まあ僕のプロンプトが悪いのかもしれないですけど、こういうのを作りたいんだったら、あの、ステーブルディフュージョンとかね、そういうものを使う方がいいかなと思います。はい。で、こんな感じで、えっ、ー、と、画像を突っ込んで、まあプロンプト作ってもらったんですけど、えっ、ー、と、そしたら、 えっと、イメージとイメージですね。画像から画像を作りたいんですけど、その時にどうするかっていうと。はい。で、ここで一緒なんですけど、このプロンプトには、えっと、キーワードだけじゃなくて、URL とか、そんなのも突っ込むことができます。なので、この、えっと、リンクをコピーしてやってください。あの、ディスコードに一回画像を上げてやって、別にディスクライブじゃなくてもいいです。今、プロンプト欲しかったんで、ディスクライブであげましたけど。で、こんな感じで URL。 を打ってやって、で、その後ろにプロンプトですね。まあ、今回は、この画像から、まあ、抽出したというか、作ってもらったプロンプト突っ込むんですけど、別に、あの、別のプロンプト作ってもら、あのー、入れてもらってもいいです。あの、この画像をどういう風にしたいのかっていうので、まあ、もうちょっとね、違うイメージで、この画像をもとに違うイメージで作ってもらいたかったら、別に全、ね、然違うものを入れてもらってもいいんですけど。はい。で、そうするとどうなるかっていうと、 まあ今ね、作ってくれてるところなんですけど、まあこの画像をもとに新しい画像ができるっていう感じですね。これ waiting to start ってなってたら、えっ、ー、と、開始待ちですね。なんでこれが始まるまで待たないといけないです。まあ割とね、このイメージ系は、イメージとイメージとか、ブレンドみたいなのは結構時間かかることが多いですね。お、いい感じに出来上がってきましたね。はい、そうするとこんな感じで、 出来上がりました。元のやつがこれですね。まあこれを元に、まあ、入れたプロンプトと合わせてこんな感じになっています。まあ今ね、あんまりこう変わり映えしないのは、あの、この画像を元に作ったプロンプトを突っ込んでるからあんまり変わり映えしないんですけど、まあ全然違うプロンプト入れてあったら違うものになるんでね。まあそんなのもいろいろ試してみてください。ちなみにさっきこの URL ね、取り出すのに ま、ディスクライブ使いましたけど、別にディスクライブ使う必要ないです。えっ、ー、と、例えば、まあ、ちょっと別の画像で、えっ、ー、と、この画像、こんな感じで上げてやるだけで、これでもあのリンク引っ張ってくることができるので、別にこれでもいいです。えっ、ー、と、これも普通に AI で作ってもらったやつですね。何も指定してないんですけど。多分、さっきの、この女の子と同じ時に出来上がったやつだと思います。 同じプロンプトでなんか違うのが多分できてる感じですね。まあこれはこれでまた後で何かの時に使いたいなと思うんですけど。今回はまあイメージ2イメージでやったんですけど、えっ、ー、と今度のはブレンドですね。はいまあそのままなんですけど、えっと2枚の写真をブレンドするっていうこともできます。まあ2枚の写真を合成するっていう感じですかね。でそれやるにはこんな感じでスラッシュブレンドって打ってもらって画像をこんな感じで 2枚入れてあります。はい、ちなみにこれ別に2枚じゃなくても、これ多分5枚ぐらいいけるんですけど、僕はあんまりそんなに増やしたことないんですけど、今回2枚でやりたいと思います。えっ、ー、と、1枚が、えっ、ー、と、ライオンのやつで、2枚目が夜の繁華街っぽい画像ですね。まあ、これを突っ込んでやって、まあ、この2枚をブレンドして作ってもらいます。で、こっちもできましたね。えっ、ー、と、ブレンドです。はい、こんな感じになりました。えっ、ー、と、ライオンの画像と、あの、繁華街の 背景画像みたいなのを合わせたら、こんな感じの画像を作ってくれました。な,なんと言ったらいいかわかんないですけど、なんかライオンの写真集撮影みたいな。<laughs> そんな感じですよね。ライオンさんが写真集撮影をしてるみたいな。なんかそんなイメージになってますけど。はい、こんなこともできます。これもね、あの、ブレンドっていうコマンド使ってそのまま2枚突っ込んだだけなんで、面白いですよね。こんな感じで。まあ、それぞれの雰囲気っていうのを AI の方が読み取っってててくくれれ新しい画像を作ってくれますそう、この画像、なんでこう、繁華街にしたかっていうと、なんかジュラシックパーク的なイメージだったんですよね、僕の中で。ジュラシックパークって、最近のやつ街中に恐竜が出てきたりするので、なんかそういうイメージでした。パニック映画好きなんで、割と。B 級パニック映画みたいなの好きなんで、ジュラシックパークは面白いですけど、B 級のやつでもパニック映画好きなんですけど、だからそんなイメージでした。 はい。まあ基本的な使い方はこんな感じですね。まあ、もっともっとやろうと思ったらいろんなことができるんですけど、あんまり説明していってもよくわかんなくなっちゃうと思うので、まあとりあえず使い方的にはこんな感じですね。で、あと、まあ割とこのセッティングとかっていうのもいじったりもするのかなとは思います。こんな感じでスラッシュセッティングみたいなって打つとセッティングが出てきて、まあこれ自分だけでやるんですけど、 このバージョンがいろいろあるんですよね。ミッドジャーニーって。まあ今、ミッドジャーニー5、バージョン5やってるんですけど、あの4にすることもできます。こんな感じで選ぶと、あの4になります。1,2,3,4とかね。あと、これもまた後でちょっと説明するし、詳細は別の動画で解説するんですけど、2次ジ,ジャーニーっていうのがあるんですけど、そういう二次元のイラストに特化したやつなんですけど、そういうのもここで使えたりもします。これすると、えっと、二次元イラストになります。 で、この辺でクオリティ選んだりとか、あとさっき言ってた、あの、ステルスモードとかですね。あと、ファーストモードとか、まあ、早く生成できるやつとか、もうこの辺で選べます。まあ,あ、の、医療プランじゃないと。僕はプロプランなんでステルスモードを選べますけど、無料プランとか、プロプラン以下だと、以下ってプロプ,タプ,ロプランより下だとこれ選べないと思うんですけど、まあ、この画面でね、こんな感じで設定もできたりするんで。まあ、今回はこれで、とりあえずいきますね。 プロンプト生成についての話をもうちょっとしたいなと思うんですけど、あの、さっきこんな感じで、まあ、イメージからプロンプトを作るコマンドもあるよって、ディスクライブってコマンドもあるよって言ったんですけど、まあ、元イメージがないパターンもあるじゃないですか。まあ、そういう時は自分でプロンプトを作らなきゃいけないんですけど、まあ、そういうのが苦手な人向けな方法として、チャット GPT を使ったプロンプト生成についてもちょっと話をしたいなと思います。 はい、これおなじみのチャット GPT の画面なんですけど、えっとね、ミッドジャーニーに限らずなんですけど、画像生成 AI とチャット GPT の相性めちゃくちゃ良くて、チャット GPT 使うと簡単にプロンプト作ることができるので、なので、プロンプト作るの苦手な人、どうしたらいいかわからない人っていうのは、まあ、チャット GPT をね、うまいこと使ってみてください。プロンプト生成の話をしていくと長くなってしまうので、今回は、えっと、見せるだけにして、ちょっとプロンプト生成に関しては別の動画でやろうかなと思います。 はい。僕がプロンプト生成で使っているプロンプト。ややこしいですね。プロンプト、プロンプト。あの、プロンプト生成で使っているものがあるんですけど、まあ、それを、まあ、紹介というか、それを使ってやっていけます。例えば、こんな感じのプロンプトを僕は使ってて、まあ、よく変わるんですけど、これも。えっ、ー、と、ここのところにどんな画像を欲しいのかっていうのを入れます。例えば、何でもいいんですけど、さっき、夕日の中でたとずんでるライオンだったんですけど、今度は夕日の中でたとずんでる猫にしてみます。 はい、こんな感じで、えっと、打ってやって、まあ、夕日の中で佇んでる猫、みたいな、プロンプトを作りたいなと思います。はい、で、これ何やってるかっていうとですね、とりあえず、えっと、書いてることっていうのは、このサブジェクトのイメージを背景込みで具体的に教えてください、みたいなことをやっています。なんで、今回だったら、夕日の中で佇んでる猫のイメージを背景込みで具体的に教えてくださいっていうのをチャット GPT に投げています。まあ、もちろん、この夕日の中で佇んでる猫っていうのだけ、 あの、Google 翻訳かけてもいいんですけど、まあ、もうちょっと他の情報がある方が、それっぽい画像になるので、その辺っていうのをもうチャット GPT にぶん投げている感じですね。はい。まあ、これでイメージ付きの、まあ、詳細みたいなのも作ってもらってます。まあ、もちろん自分で作る方がね、いいんですけど。で、そしたらこれコピーしておきます。で、この後に、えっ、ー、と、これ別にプロンプトじゃないです、ね。えっ、ー、と、プロンプトの準備段階ですね。で、次に、えっ、ー、と、また別のプロンプトを使って、 ま、実際に使うプロンプトっていうのを作ってもらいます。で、ここにさっき作ったやつですね。はい、ま、会業いらないんで会議を取ってやりますけど。まあ、会議を取ってやって。はい、こんな感じですね。で、何やってるかっていうと、まあ、夕日の中でたたずんでる猫で、まあ、デジタル写真みたいな感じで、えっと、で、詳細のここのところですね。 そのイメージ、夕日の中で佇んでる猫の詳細なイメージっていうのがここになってて、それを事前の前段階で作ってもらってる感じですね。はい、そしたらこれで、打って、こんな感じでプロンプトを作ってもらいます。あそうすると今度は、えっと、文章みたいな感じじゃなくて、こんな感じでキーワードをクリック、ハンマーでクリックして作ってくれます。はい、で、これが、 まあ、ミッドジャーニーで突っ込むプロンプトですね。はい。で、えっと、さっきも言ったんですけど、この辺、今全然説明してないですけど、この詳細はまた別の動画で解説をするので、またそっちを楽しみにしておいてください。ちょっとこの動画で解説していくと長くなって、ミッドジャーニーの話からずれていっちゃうんでね。はい。ミッドジャーニーに戻ってきました。で、さっき作ったプロンプトを突っ込んでみます。 はい。イマジンコマンド使ってやって、タッド GPT に作ってもらったプロンプトをそのまま入れてやります。これちなみにサクサク画像できているのは、あの、ファーストモードだからですね。有料のファーストモードだから。もうちょっと、あの、下のプランだともうちょい時間かかると思います。はい。できました。こんな感じ。いやー、いいじゃないですか。クオリティも非常に高い。 まあ、夕日の中でたとずんでいる猫ですね。はい、こんな感じのものが出来上がります。ちなみにライオンこんな感じでした。それの猫バージョンですね。もうプロンプトとか何も考えてないです。えっ、ー、と、ちょっとだけ文章って、もうあとはチャット GPT のお願いして、こんな感じで作ってもらってます。はい、チャット GPT ね、本当にそういう、なんだろう、考える。なんかイメージを膨らませるとか、アイデア考えるとか。 なんか創作みたいなのめちゃめちゃ得意なので、画像生成 AI との相性もマジでめっちゃいいです。だから自分で考えようとせずに、まあチャット GPT になりてしまうっていうのが個人的にはおすすめです。まあ楽チンなんでね。はい。で、こっからは、えっと今、今チャット GPT 使ったプロンプト生成の方法までいったので、この後、まあ MidJourney でよく使うパラメータですね。まあ品質パラメータがあるので、その話をしていこうと思います。まあこの辺を使えるようになると MidJourney ーーをね、使って、まあ結構楽しく、 自分の思い通りに画像を作ったりできるので。で、とりあえず、まあ、よく使うものということで。まあ、ここで紹介するのは全部よく使うんですけど、えっと、一つ目が、はい、で、ここまで同じなんですけど、まあ、これ、えっと、さっきの夕日の中でたたずむ猫のプロンプトなんですけど、その後ろに、えっと、ハイフン、ハイフン、AR でスペースで、えっと、16対9って言ってやります。 えっと、16コロン9ですね。で、打って、これで送信してやります。はい、そうするとこんな感じになります。あ、ちなみにこの、えっ、ー、と、後ろに出てるハハイイフフンン --v5 っていうのは、ミッドジャーニーのバージョン5使ってるから、これが勝手についてるってい感じですね。えっ、ー、と、バージョン4使うと、v の5じゃない、4になります。だから、これは別に打たなくてもいいです。で、今、この、ハハイイフフンン --ar 16対9って言ったんですけど、まあ、16対9って見れば分かるんですけどね、あの縦横比、縦横比のことですね。なので、今までのものってこんな感じで正方形のものだったんですけど、これ何もしない、指定しないと、1対1の正方形のものが出来上がってきます。なんですけど、こんな感じで16対9っていうふうにしてやることによって、横長の画像になります。はい、なので、使うところにはよるんですけど、 まあ、例えばネットとかブログ記事とかそういうところで使うときってだいたい横長で使いたいときが多いと思うのでまあそういうときはねこういうふうに16対9っていうふうにしてやるといいんじゃないかなと思いますはい、そうするとこんな感じで横長の画像になって出てきますいい感じですねめちゃくちゃ哀愁ありますね <laughs> はい、これめちゃくちゃよく使う品質パラメーターですねえっ、ー、とこれもよく使うものとして スタイライズですね。これも若干説明むずいし、僕もそこまで理解できてないところもあるっちゃあるんですけど。えっと、こんな感じで。ちなみにパラメータは後ろに、えっと、付けることができるんですけど、今度は、えっと、--s で打ってもらって、線ですね。で打ってやります。 で、今のスタイライズ何かっていうとですね、日本語にすると様式化っていう役になるらしいです。様式化。えっ、ー、と、様子の様、あ、えっ、ー、と、なんとか様の様と、えっ、ー、と、式は公式の式ですね。で、かは罰学のかなんですけど。で、様式化なんですけど。<laughs> まあ、様式化って聞いても何かわかんないじゃないですか。僕もわかんなかったんでググったんですけど。まあ、要するにオリジナリティみたいなものですね。この S っていうのを大きくしてやると、 まあ数字が大きい方が、えっと、絵がまあ細かくなって、エモくなる。まあオリジナリティみたいなもんなんですけど。で、えっと、数字が小さくなると、まあそのオリジナリティがなくなっていくみたいな。まあそんなイメージですね。はい、そうするとこんな感じです。まあそんな変なものにはならないんですけど。まあこれも割とよく使うかなと思います。なので、例えば、さっきのこれ、まあ幻想的なお城のやつがあったんですけど、これとかで、 この右下のやつを、え、ちょっとバリエーション作ってやって。で、スタイライズですね。えっと、これ線にしてあります。何も、あの、指定してない。スタイライズ指定してないやつと、えっと、S を線にしたやつ。で、同じように作ってあります。はい、そうするとこんな感じでできました。まあ、これ何もしてないんでね。あの、さっきと同じやつ。 はい、できましたね。まあ、そうするとどうなるかっていうと、まあ、見方にもよるんですけど、なんかもっと幻想的で映画に出てきそうな雰囲気になってますよね。はい、まあ、どっちがいいとかっていう話ではないんですけど。まあ、でもクオリティとしてもこっちの方が高いし、なんか、ね、いい感じの雰囲気になってますよね。こんな感じのが、えっ、ー、と、スタイライズと言われるものですね。これ、線にしただけですね。 えっと次にパーミテーションの話をね、ちょっとしたいなと思います。ちょっとそれをやってからもう一回ね、スタイライズにちょっと戻ってこようかなと思います。まあ、そこまでスタイライズやってもしょうがないんですけど。で、パーミテーション何かっていうと、ま、順列なんですけど、直訳すると。で、このパーミテーション使うと何が便利かっていうと、まあ、複数のプロンプト1一回で試して便利なんですよ。で、どういうことかっていうと、例えば、まあ、この、まあ、さっきから使ってる、 こいつなんですけど、こんな感じで。えっと、今は、まあ山の中の幻想的なお城なんですけど、ここのマウンテンっていうのを、えっと、カッコでくくってやって、えっと、カンマ区切りでキーワードを入れてやります。例えば C とかスカイですね。まあ、これでやったことないんで、どんなのができるかわかんないですけど、こんな感じでやってやります。で、これで、えっと、イマジンコマンドで、 やってやります。そうすると、さっきと違って、こんなものが出てきました。で、これ何をしてるかっていうと、まあ、小プロンプトっていうのを見るとめっちゃわかりやすいんですけど、えっと、ここのところが、えっと、マウンテンとシート、スカイで、ここだけが入れ替わったプロンプトっていうのが、3つ同時に生成することができます。はい。なので、えっと、さっきも言った通り、複数のプロンプトっていうのを、この1行で、こんな感じで書いてやるだけで、3つ一気にいけるので、楽です。なんで、これ、このまま、 えっと、イエスっていうのを押してやると、これで、えっと、三つ分のやつっていうのが実行されます。なで、三つ分の画像っていうのが一気にできます。はい、そうすると、できてきましたね。これが、えっと、C ですね。海の中のお城です。ああすごい。やっぱ、さすがのクオリティの高さ。これが C で、これがスカイです。もう完全に、 天空の城。ほほほ,ほですけど。<laughs> 完全なる宮崎駿作品みたいになってますけど。これがスカイですね。で、これが、あの、さっきからやってるマウンテンですね。はい、こんな感じで、えっと、パーミテーションっていうのを使うと、えっと、1個のプロンプトで、えっと、3つ分一気に作ることができます。まあ、3つ分って、あの、今回3つだけ入れたんで3つですけど、もっともっと入れることもできます。あの、常任モーンテンそんなにいくつでもいけるわけじゃないんですけど。 はい。で、えっと、さっきね、スタイライズに戻るって言ったんですけど、まあ、例えばじゃあ、せっかくなんで、この、スタイのやつを使いますか。で、この、さっきの、パーミテーションっていうのが、えっと、パラメーターでも使うことができます。えっと、さっき、こんな感じで、S で、1000っていうのを打ってやったんですけど、ここのところでも、えっと、パーミテーションが使えるって感じですね。なので、0、500、1000って感じかな。 はい、これで、打ってやります。そうすると、こんな感じで、えっと、0、500、1000で3つ分のものができます。はい、で、これ実行してやりましょう。あ、なんで、これで何がしたかったかっていうと、その、この S の値によってどんな感じで変わるのかっていうのを見せたかったからですね。だから、あの、スタイライズよりも、パーミテーションの話を先にする方がスムーズだったんですが、先にスタイライズやっちゃったんで、ちょっと一回戻りました。 はい。まあ、こんな感じでね、パラメータ入れられるので、まあ、結構いろんなパラメータみたいなのがあるんですけど、まあ、それを使うと一体どう違うのかっていうのを確かめるのに結構便利かなと思います。あの、一個一個やっていかなくていいんで。ワクチンですね。あの、研究は取どります。パラメータとかの。はい。できてきましたね。えっ、ー、と、0から見ましょうか。0がこんな感じ。まあ、もちろんこれでもね、全然悪くないんですよね。500が、 こんな感じです。まあ、やっぱりでもゼロよりも、もっと映画的というか、幻想的な感じがしますよね。で、線がこれです。まあ、別に本当にどれがいいとかじゃなくて、あの、こんな感じで変わりますっていう感じですね。なんで、あの、使いたい方がいたら、どうぞって感じです。まあ、でも、割と使う人も多いかなと思います。こんな感じで、後ろにね、線とか。まあ、さっきの、あの、需要比の AR16 対9と同じような感じで、この線っていうのもくっつけて、 えっと、作る人ってのは結構いるかなと思います。まあ、この辺は本当にお好みに合わせてって感じなんですけど。はい。そして続いてが、ネガティブプロンプトですね。一番にこの話をすればよかったかっていうぐらい、まあ、よくあるやつなんですけど。まあ、他の画像生成 AI でもあるようなものと、基本的に同じですね。はい。あの、プロンプトっていうのをさっきから入れてるんですけど、えー、っと、このプロンプトっていうのはこういう画像を作ってほしいっていうものなんですけど、 えっと、それとは違って、こういうのを入れるなっていうのを指定するのはネガティブプロンプトですね。まあ、ちなみにどんな感じにするかっていうと、まあこのネガティブプロンプトも入れたからって言って絶対に聞くわけじゃないんですけど、まあでもこのネガティブプロンプトの使い方は、画像生成系の AR とかなり大事ですね。例えば、じゃあこんな感じで、えっと、コーヒー読んだデスクっていう風なプロンプトで画像を作っています。 で、これだけじゃなくて、もう一個は、ネガティブプロンプト使います。チェア、はい、こんな感じで、えっ、ー、と、ネガティブプロンプトにチェア入れたいと思います。なんか、何も指定しないと入ってるもので、ネガティブプロンプトで省いたりしたいので。はい、できましたね。こんな感じ。パソコンが置いてありますね。 2枚ぐらい。パソコン抜いてみましょうか。あ、これも、えっと、キーワードで抜けるんで。あ、なん複数抜きましょうか。えっと、PC と、チェアと、まあ、ペンとか、こんな感じで。で、これで行ってみましょう。はい、まあ、そうすると、えっと、椅子とかパソコンとかペンは、中に入れないでね、っていうふうな指令になります。ただ、これをやったからって言って、さっきも言ったんですけど、あの、絶対になくなるわけではないので、そこはま、注意をしてください。っていうか、普通にめっちゃいい画像でき、できてきましたね。この辺はほんまにミットジャーニーすごいなと思います。 こんなに適当なプロンプトでもこんな感じで出てくるんで。ちなみに今ネガティブプロンプトをこんな感じで作るよっていう話をしてるんですけど、あのミッドジャーニーの場合は正直そこまでネガティブプロンプト入れなくてもちゃんとした画像になることが多いので、そこまでいらないかなと思います。できましたね。はい、こんな感じです。なぜかカップが大量に並んでるという謎 <laughs>、謎のあれですけど。まあでも一応椅子とかパソコンとか ペンとかそういうのは覗いてくれてるっぽいですね。はい、こんな感じで使います。まあ、ただ、よくやるのは、えっと、人物系ですね。人間を描く時とかに使うことが多いかなと思います。まあ、よくね、言われてるんですけど、あの指とか、あと目がおかしくなったりとか、なんか体の関節がおかしくなったりとかってするんですけど、そういうのを防ぐために使われることが多いかなと思います。 ま、あとはクオリティの低いもの出さないでねとか、なんかぼんやりしたもの出さないでねとか。あとはアダルト系ですね。まあ、あの、よく言われる、えっと、いわゆる NSFW と言われるものがあるんですけど、Not Safe for Work。えと、職場閲覧禁止みたいな。あ、職場閲覧注意か。なんか性的なものとか。あとは暴力系のものとか。まあ、そういうものっていうのは NSFW みたいな言い方をするんですけど、そういうものをネガティブプロンプトに入れておいて、なるべくそういうのを作らせないとか。まあ、そんな感じですね。 はい、そういうものを入れたりすることは多いかなと思います。ちなみにさっき作ってた、えっ、ー、と、これとかで、で、画像のプロンプト入れて、ちょっと組み合わせてね、使ってみたいと思います。で、このプロンプトっていうのは、あれですね、ディスクライブコマンドで作ってもらったやつですね。で、これ、パーミテーション使います。えっと、もともと、まあ、ブラウンだったんですけど、 えっと、ブラウンっていうのをちょっと別の色にしてみたいと思います。髪の毛の色ですね。髪の毛の色ブラウンで指定されてたんですけど、これを、まあ、レッド、ブルー、なんだ、グリーンか。グリーンみたいな感じでやってやって、で、最後をネガティブプロンプトとして、はい、こんな感じで突っ込んであります。まあ、ここまでね、突っ込まなくてもよかったりするんですけど、で、これ何が突っ込まれてるかっていうと、まあ、さっきも言ったような、えっと、クオリティの低いものを あの、テイクオリティとか、あとはぼやけてるものとか、まあ、その指とかが6本になっちゃったりするんですけど、そういうものをやめてねとか、まあ、そういうものっていうのがこの辺に入ってます。あとは、そのテキスト書かないでねとかですね。あの、画像の中にテキスト入れられると、テキストだけは、あの、画像生成 AI めちゃめちゃ苦手なんで、まともにテキストを入れたりはできないんですけど、文字入れるっていうのが、まあ、そういうのもやめてねみたいなことを書かれています。はい。で、こんな感じでやってみましょう。 で、さっきと同じですね。はい、そうすると、ここの髪の毛の色っていうのが、まあ、レッド、ブルー、グリーンで変わってます。はい、そうするとこんな感じでできました。一つはまだ、待機中ですが。はい、これが、えー、っと、赤ですね。はい、赤系です。 もすごいなんか、おしゃれな、控えめな赤になってますけ、ね、ど、おしゃれ赤になってますね。まあ、これがブルー。ブルーなのかまあ、ブルーか。まあ、ピークルっぽいけど。はい、まあ、今、そうするとね、こんな感じのものになります。まあ、でも、言っても、まあ、今回、あの、パーミテーションでカメラ機能の色変えて、ネガティブプロンプトつけてるんですけど、まあ、でも、ネガティブプロンプトも、その、つけなくても、元々がミッドジャーニークオリティ高いので、まあ、もつけなくてこんな感じのものが出来上がってたんですけど、まあ、それがつけるとこんな感じになりますよっていうことですね。 まあ一応クオリティというか、まあ綺麗さで言うとこっちの方が綺麗かなとは思いますけど。はい、まあこんなね、ネ,ネガティブプロンプトとかそういうものも必要のおじで使ってみてください。はい、これが緑ですね。これあんまり効いてないんですね。この緑のあれが。というか、服の色が緑になってますね。さっきのやつも同じなのか。なるほど。服が青になってるんだ。これは多分髪の毛が赤になってるっぽいけど。この辺はなんかおかしくなってますね。 まあまあこのプロンプトがあんまり今聞いてないってことなんですけど。まあいいでしょう。パーミテーションの説明だったんで。はい、次行きますね。はい、あと、パーミテーションとちょっと似てるので、リピート機能があるので、それも紹介したいなと思います。はい、リピート機能もめちゃめちゃわかりやすいです。何かっていうと、同じプロンプトを3回リピートしてくれるっていうコマンドですね。なので、例えば、えっと、じゃあ、この左上の V1 を使うとして、 で、リピート機能をどういうふうに使うかっていうと、えっと、プロンプトですね。まあ、後ろに打ってもいいんですけど。一応前に打ちましょうか。えっと、R で、こんな感じで、ハイフン、ハイフン、R。まあ、リピートの R ですね。R で、で、リピートの回数を打ってやるだけです。なんで3とか2とかって打ってやってください。あの別にリピートさせたい回数分打ってやればいいんですけど。で、これで送信ですね。で、こんな感じで送信って押してやると、 ま、さっきと同じような感じで確認がね、一応入っていきます。あの、二つのバリエーションを作るけどいいかみたいな感じで確認が入るので、まあ、これでイエスって押してやると、えっと、同じプロンプトで、えっと、二回一気にこんな感じで処理が走ります。なんで、あの、結構自分の思い通りの画像を作るって、割と運要素もあるので、なので、あの、同じプロンプトでね、何回も実行して、あの、自分の気に入るようなものを作りたいっていう,っていう時は、こんな感じでリピートさせたりします。まあ、これも上限があるので、 例えば100回とかリピートさせてもできるのかなたぶんそこまではできないような気がしますけど。まあ2回3回とか5回とかそんなのは全然できると思いますけど。まあこんなものもね必要なおじで使ってやってください。はいそうするとこんな感じでいろんなパターンが出てきます。でこの中で自分のまあ気に入るものを使うっていう感じですね。はいあとは、えっ、ー、とマルチプロンプトの説明なんですけど、マルチプロンプト何かっていうとですね、えっ、ー、と例えば、ブレックファースト。 だけ打って、生成してやります。で、そうするとどうなるかっていうと、まあこれもう見てわかるんですけど、まあ当然朝食が出てくるんですよ。で、同じような感じで、例えば、えー、っと、ここの間にカンマー入れてあります。<laughs> 左下の。 ヨーグルトにぶち込まれてるものが気になる。何,何がぶち込まれてるんだろうか。えっと、話戻しまして、えっと、ブレイクとファーストでカンバー入れたんですけど、まあこれ言っても朝食じゃないですか。でもプロンプトとか作ってると、まあブレイクとファーストちゃんと分けたいっていう時はあるんですよね。もうこの関係ないと。分けたい。まあこれ思いっきり朝食でいきますけど。で、こういう時にどうするかっていうと、えっと、マルチプロンプト。 と呼ばれるものを使います。で、何、どうするかっていうと、まあこれめっちゃ単純なんですけど、このブレックファーストのところで、こういうふうにカンマで区切らないで、と、コロンコロンで2回打ってやります。で、これでクリってやります。はい、そうすると、こんな感じの画像になりました。これ何が起こってるかわかりますえっと、ブレックとファーストでカンマで分けると、めっちゃ朝食が残っちゃったんですけど、えっと、マルチプロンプト。 と呼ばれるものを使うとと、まあ、全く別物としてこんな感感じじでで出ててくるっていう感じですねなんで、ブレイクとファーストっていうのが別物として考えられてるんで、朝食とは全然買っていないものっていうのがあの出てきてますな。なんでしょうね。まあ、ブレイクが多分壊すで、ファーストが本当に早いみたいな意味でできてるんですかね。あのそうやって考えるとめちゃめちゃプロンプトなんで変なもんでできてるんですけど。はい、でも1個ホットドッグ出てきましたね。 はい。で、ホットドックって普通に打つと当然こういうの出てくるんですよ。えっと、ホットドックなんで、ホットドックの画像が出てくるんですけど、でもこういうホットドックじゃないものが欲しいと。いう時にマルチプロンプトを使ってやります。で、そうするとどうなるかっていうと、まあこれが転んでくじってやつなんですけど、まあこれ左下とかが多分そういう感じですね。まあ要はホットとドックっていうのが切り離されて出てくるっていう感じです。これちなみにもうちょい違うバリエーションが欲しいな。もう一回生成してみましょうか。 はい。そうすると、こんなものができました。これな、んだどういうあれなのかわかんないけど。まあ、左下わかりやすいですね。多分、あったかい飲み物、飲むドックですね。まあ、右上のあったかいところにいるドックっていう感じですかね。で右下はまじ謎ですね。<laughs> 謎の、謎の画像を生成されてますね。はい。まあまあまあ、その適当なプロフトなんでね、あんまり深い意味考えてもしょうがないんですけど。 で、ちなみに、えっと、普通にカンバで区切ると、こんな感じの、今生成されているような感じになります。ホットドッグっていうので、打っても、こんな感じで、もうホットドッグをめちゃめちゃ引っ張ってますよね。燃え盛るホットドッグと犬っていうなんか、この地獄の画像できてますけど、まあこんな感じになってしまうと。で、このホットドッグ要素を消したいので、ホットとドッグ分けるときっていうのは。まあ、これが欲しかったらいいんですけど、えっと、これが欲しいわけじゃないときは分けたいので、そういうときは、えっと、カンバとかで区切らずに、えっと、こんな感じで、 このコ,コロン使ってやって、まあ分けてやります。はい。で、あともう一個説明して、えっと、終わりにしようかなと思います。えっと、シード値について話をしたいと思います。で、シード値って何かっていうとですね、まあ画像生成 AI どれもそうなんですけど、画像生成したときに、それぞれの画像に、まあ C どっっていう数字が割り振られています。それは生成するたびにランダムで変わっていくものなので、まあこれのシード値も違えば、これのシード値も違うし、 まあこれのバリエーションを作ったときもシード値がバラバラになるんですけど、まあ同じような画像をもう一回生成したいときってあるじゃないですか。でも AI なんで、例えばこれと同じものを突っ込んでも、まあ全然違うものが出てくるわけですよ。まあそれ困ると。まあなるべく同じようなものを作りたいっていうときに、そのシード値っていうのを指定して、あの作ってやります。まあ同じようなシード値で同じようなプロンプトを使うと同じようなものになるという感じですね。で、シード値を確認するのにどうするかっていうとですね、 はい。今さっきもやったんですけど、あの、画像を個別に保存するための、このメールの絵文字をつけるってのをやったんですけど、えっと、これくっつけてやってください。で、これくっつけてやると、こんな感じで、えっと、シード値っていうのが、シードっていうのが送られてくるんですけど、これがシード値ですね。はい。ここにシード値表示されるので、ここのシード値を使ってやります。で、こんな感じで、まあ、同じプロンプトですね。同じプロンプト打ってやって、ハイフン SEED で、 この後ろにシード値をくっつけてやると。はい、これで画像を生成してやります。はい、まあ、あとはシード値つけないパターンですね。これがシード値引っ張ってきたやつですね。後ろにシード値くっつけて作るとこんな感じです。まあ、元のやつがこれですね。はい、似てますよね。 まあ同じシード値くっつけてるんでこんな感じで似たようなものができてくるって感じです。これですね。同じシード値のやつ。で、これがシード値くっついてないやつです。まあ別にこれも似てるんですけど、元々の画像があるんで。まあでもこれとは違いますよね。まあこれの方が似てますよね。本当に。全く同じようなものできてますけど、まあこの2つっていうのはちょっと違うものができてると。まあこんな感じで、えっと同じような画像を作りたいときっていうのはシード値引っ張ってくると同じようなものを作れるんで。 まあ同じね、このシードっていうのを使って作ってやってください。はい、ということで、まあいろいろと解説をしましたが、こんな感じでミッドジャーニーを使っていくと、まあ自分の、あの、作りたいものを作っていけるんじゃないかなと思います。で、最後に、まあミッドジャー r ーの補足説明的なのをして終わろうかなと思います。まあ途中で話をしたものもあるんですけど、流れの中で話をしてしまっているので、まあ改めてね、話をしたいんですが、まず一つ目が、えっと、生成された画像っていうのは基本的には全部公開されています。 なので気をつけてください。まあ、今回僕は、えっと、ステルスモードっていうのを使って、プロプランで使えるステルスモードを使ってるんで、これは公開されていないんですけど、基本的には、あの、プロプランではないプランで画像を作ると有料でも公開されるので気をつけてください。ちなみにこれがミッドジャーニーの、えっと、みんながいるところで、ま、ここのニュービースっていうところで画像を作っていくんですけど、ま、こんな感じで、えっと、みんな作ってるのがもう見れます。 はい。誰でもこんな感じで見れるんですけど。まあ、なんで他の人がね、どんなの作ってるのかっていうのを見たいときはこんな感じで見てもらってもいいんですけど。まあ、自分が見せたくないっていうのでも、あの、見えてしまうので、ここは気をつけてください。ちなみに、ここから消しても、あの、ギャラリーがあるんでね、そこで見れてしまうので注意をしてください。はい。まあ、プロプランだとね、月額が結構高くなるので、まあ、なかなかハードルは高いんですが、まあ、ステルスモードを使いたい方はぜひプロプラン使ってください。で、僕はね、あの、ここでやってると、 まあこんな感じで流れちゃってわけわからなくなるので、あの DM みたいな感じでミトジャーニーボットとやり取りをしてるんですけど、まあここでもプロプラン以外は公開されるので気をつけてください。で、あとは無料枠に関してもなくなってしまったのでそこも注意をしてください。今は言えるようしかないんでね。ね一番下のプランで8ドルとかなんで。まあでもクオリティの高さで言えと、まあ全然ね、本当に画像生成とかしたいんだったら割と個人的にはおすすめですね。 あと、商用利用に関しては、有料プランだけ商用利用可です。はい。なので、そこも注意をしてください。ちなみに、無料プランの場合は、画像を公開する場合、あの、ミッドジャーニーにリンクする必要があるので、そこも忘れないようにしてください。そこも忘れがちなんですが、リンクが必要です。ただ、リンクしたからって言って、あの、無料プランとかで、あの、商用利用できるわけじゃないです。まあ、今ね、無料プラン自体が停止しちゃってるんですけど、あの、もともと無料プラン入っていたヒートとかだと、無料プラン使えるのかなまだ。 はい、その場合でもね、商用利用できるわけじゃないので気をつけてください。はい、あと二次元イラストだったら、あの、こういうミッドジャーニーよりも、あの、二次ジャーニーの方が、あの、得意なので、まあ、その辺も覚えておくといいかなと思います。二次ジ,ジャーニーっていうのは、まあ、あの、名前も似てるんですけど、あの、ミッドジャーニーの派生サービスですね。なので全然別のところがやってるわけじゃなくて、えっと、まあ、ミッドジャーニーがやってるようなものだと思ってください。基本的に使い方同じですね。 はい。で、これに関してはちょっとね、また長くなるので、あの、二次ジャーニーは二次ジ,ジャーニーで別で動画を作ろうかなと思うので、まあ、二次元系のイラストを作りたい方は、そっちの動画を参考にしてもらえればと思います。はい。これが二次ジ,ジャーニーのサイトになります。まあ、二次ジャーニーも同じ感じで、あの、Discord でね、使っていくような感じになります。本当に同じです。このイマジンを使用するとか。まあ、ここにも書かれてますね。はい。ミッドジャーニーっていうのもね、ちゃんと関わってるものなので、全然関係ないものではないですね。 はい。で、まあ、二次ジャーニーについては、まあ、説明をするとして、まあ、今回ね、こんな感じで、えっと、女の子の画像を使ったりしたんですけど、まあ、これ自体は、えっと、ミッドジャーニーで作ったものではなくて、他のところで作ったものなので、まあ、こういう女の子の画像を作るのであれば、やっぱり、ミッドジャーニーよりもステーブルディフュージョンとか、そういう方が、まあ、向いてるのかなとは思いますね。えっと、今映ってるのが、ミッドジャーニーの、まあ、ショーケースってやつで、まあ、ここに画像が公開されます。なんで、ディスコードとか、まあ、そういうところから消していても、ここで画像残っちゃうんですけど、 で、こんな感じで、えー、と画像がいろいろ作れるんですけど、まあ一応ね、こういうのも作れるっちゃ作れるんですけど、まあでもやっぱり、あの、まあ自分の好みに合わせて変えていけばいいんですけど、まあ個人的にはステーブルディフュージョンとか、そういうもので作る方が、まあ写真みたいな女の子とか、まあ写真みたいなイラストっていうのは得意かなって感じですね。まあこういうものとかね、でね、ネミットジャーニー得意なんですけど、こういうのとか。はい、そんな感じですね。ちょっと、あちなみにこれってね、僕が作ったやつじゃなくて、他の人が作ったやつなんですけど。 ちょっと長くなりましたが、ミッドジャーニーの説明を、解説をしてみました。まあ、冒頭でも言ったんですけど、まあ、ユ料オメオを含めて一番クオリティ、全体的なクオリティ高いのはミッドジャーニーかなと思っているので、まあ、なので、まあ、自分の作りたい絵の種類にもよるかなと思いますが、まあ、でも使えるんだったらミッドジャーニーね、ぜひぜひ使ってみてください。はい、ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。今後の最新 AI についての発信をどんどんしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。 では、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ブログのほうをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する FEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば、概要欄からぜひチェックをしてみてください。ちなみに、本編では言えなかったけど、 ダウンロードボタンとかを押さずに、画面外にドラッグドロップでもいけますね。なんかやっぱりこの画像生成 AI とかを使ってる人のあれかもしれないけど、幼いですよね。女の子。まあ幼い子を作らなきゃ、作らないようにすればいいんですけど、なんか何も考えずにやってると結構幼い子できがちいですね。 別に困るわけじゃない。なんか困ることがあるかって言われたら、そんなことはないけど、僕が、その、幼い女の子好きだって思われても、ちょっとそれはそれで、困るなとは思いますけど。別に幼い子を出そうと思って出してるわけではないんです。そういうものは生成されがちっていうだけです。ホットドッグはいらんか。ムネニなあむねにはならんな。お城かな、と。 いや、お城のクオリティもマジでめっちゃ高いなと思うよないや、特に、この天空の城、某天空の城みたいなやつは僕は好きですね。かっこいい。中二病をくすぐられる。山の中のお城もいいんだよないや、海のやつもなかなかのクオリティだなと思ったけど。なんも、ほとんどなんも言わずにこんなのができるとは。 これも一応落としとこうかな。いや、かっこいい。普通にかっこいい。すごいな改めてすごいな。すごい時代になったもんだ。こんなのが AI でパパッとかけてしまうなんて。先日のライブ良かったです。先日のライブってどれですか表のやつかなメンバーシップじゃなくて表でやってたやつ。あのクソ長かったやつですから。<laughs> 3時間ぐらいやってたやつ。 一時過ぎぐらいまでやってた気がします。あれはほんま長かった。あれ確かに僕も喋ってて楽しかったっすね。なんかあんまりこう、今まで出たことない質問とかそんなのもあったりして、なんか一体感がありましたね。みんなでライブ配信作ってる感じが。基本的に質問に答えていく感じなんで、その質問されたこと以外は、ね、まあそれ以外の話もしますけど、まあでも言って基本ベースは質問に答えていくんで、なんか質問が面白いと、 こっちからもいろんな話ができるので面白くなるなというのは感じましたね。<laughs> まあ質問が悪いって言い訳じゃないですけれど、いつも。まあ、でも前みたいな質問くれると僕も楽しいんで。なんか前みたいな質問ね、欲しいなと思いますよね。